皆さんこんにちは。応用科学科では持続可能な社会を実現するサステイナブル科学を身につけることができる。そのために特徴のある学習プログラムが設定されている。ユニークなカリキュラムを紹介しよう。まず1年のフレッシャーズゼミ。これは 4,5 名でグループを作り、みんなで話し合ってテーマを決め、それについて調査研究し、最後に学部全体で発表会を開くんだ。ただ教室で講義を聞いているだけでは身につかない主体的な取り組みや課題解決能力、プレゼンテーション、コミュニケーション能力が身につく貴重なスタートアッププログラムなんだ。この映像は研究成果をポスターにまとめて発表している様子だ。毎年学科を超えて熱い議論が続くので、発表時間が足りないくらいだよ。2つ目はコープ実習だ。これは大学の授業の一環として3年時に8週間の間実際に企業で働くんだ。企業の一員として働くので、会社からお給料ももらえる。会社で働く際に必要なスキルを身につけ、会社の組織として働くことを学ぶ。さらに社会人として必要な学びに気づき、大学に戻ってからそれを改めて学ぶことができる。最後にどのような研究をしているかを紹介しよう。光を当てると色や形が変わるユニークな材料、フォトクロミック分子。電気化学反応を応用すると高効率の太陽電池ができる。効果とも分かったかな？